日本九州地方福岡県福岡市東区、前田市前田市は福岡市東区の町名。前田市一丁目から六丁目までが設置されている。二千十一年一月末日現在の人口は八千六百九十二人、世帯数は五千二百五十八世帯。郵便番号八一二のゼロゼロ五四。九州大学の研究施設箱崎府の西に位置し、町内には、 九州大学病院が所在する。教育機関としては、旧定大の九州大学医学部、私学部、薬学部をはじめとして、博多女子中学校、高等学校、福岡市立福岡中学校、福岡市立前田市小学校が存在する。このほか九州大学生態防御医学研究所、付属感染防御研究センター、遺伝情報実験センターなどの研究機関が一致し、 全体として、文教地区を形成する。また、保育施設のほか育児サークルとして、メリーゴーランド、ドングリランド、子育て交流サロンとして、三々サ,サロンなどの活動も活発で、子育て世帯の人気が高い。学校区として、前田市校区は、福岡市全体と比した回収生率を誇っており、前田市校区の児童数は、平成12年以降増加している。東公園、 前田市緑地、旧大キャンパス、箱崎宮花庭園など、緑地も多く、ガーデン室としても知られる。都市の一人当たりの公園面積においては、福岡市は全国で上位に位置し、とりわけ教育、研究施設が面積の多くを占め、人口密度の小さい前田市地区は一人当たりの公園面積で全国有数を誇る。博多が、 国際都市として発展してきた歴史的経緯から外国人の居住も見られインターナショナルスクールも存在する。ショッピングモールとして国道3号線を挟んで移植住140の専門店を含む夢タウン博多が存在し、休日には近隣地域から訪れる人も少なくない。地区内に12の医療機関が存在し、一人当たりの医師、看護師、病床数において 全国平均をはるかに上回る値を誇っている。上記のような恵まれた教育、医療、福祉、移食住のインフラストラクチャーの充実、治安や居住環境の良さから近年住んでみたい街として注目されつつあり、高層の集合住宅の建設が進んでいる。九州帝国大学医学部内科教室旨、鎌倉時代の原稿の際、海に面していたこの地は、 文英の役で元軍の被害を受け、その後暴類が舞出しにも気づかれた。海岸一帯は松原であった。九州西伐を終えた豊臣秀吉がここに事務を置き、千里宮に命じて天正十五年に野立を行った。利休が茶釜をかけたとされる松が現存する。江戸時代までにこの地は、和毛物や屋根の吹き板を作る家が多くあった。 これは三法などの箱崎群の細部を作っていたことに、ちなむ。明治になり、三政館の流れを組む福岡県立福岡病院を、母体に1 9 0 3年京都帝国大学の文化大学。その後九州帝国大学医学部及び、付属病院が設置され、戦後には九州大学に至り、カレッジタウンとして妊娠してきた。箱崎群の進行の参加者に乗馬を出したことに、 ちなむとされる。かつては、中郡に属し、馬屋でとも記された。九州大学病院公共教育その他、理休科係がかり松史跡指定文化財、国道県道福岡市地下鉄箱崎線 JR、九州バス。ありがとうございます。